国出身のアイヴァン・オーキン氏は、2007年に日本でアイヴァンラーメンを開いた。2店目を叶えるほど、ビジネスはうまくいっていたが、ニューヨーカーにカップヌードルとは違うラーメンの味を伝えるため、2012年に帰国。ニューヨークの商業施設内にアイヴァンラーメンスラールプショップをオープンし、今年5月には、旗艦店アイヴァンラーメンをローワーイーストサイドに開店した。では、どうぞ。アイヴァンラーメンで有名なアイヴァン・オーキンさんを紹介したビデオが話題になっていました。ニューヨークで一番おいしいと、噂のアイヴァンラーメンを生み出したオーキンさんの人物像に迫ったもので、彼がいかに日本を愛してきたかが伺える内容になっています。そんなビデオに、海外からも多くの感動の声が寄せられていました。最初の日本人客を迎えた時は、おいしいって言ってたの？全然、東京での経験は非常にわびしいものだった。一番良い思い出は、1番席と10番席に客がいて、10番の客が3口食べると怒りながら出ていった。そしたら、1番席の客が立ち上がって、こんなに美味しいラーメンは初めてだと握手を求めてきたこと。学んだのは、自分に正直になれってこと。誰もが好むラーメンを作るのは無理だから、自分が好むものを作る。俺のラーメンが嫌いだって言われたら、他の店をおすすめする。ラーメンは、どれもスープが特別だよね。俺はスープが嫌いだったんだ。父親はスープ好きで、お店ではいつも注文してた。そして、ラーメンに出会ってから、スープ好きになった。未だに、レストランのスープは飲めないけどね。ニューヨークは人種のるつぼ。どんな料理も可能な場所。でもどれくらい本格的なんだろう。アイヴァンラーメンは、日本に憧れを抱いたロングアイランド出身の白人少年の夢から生まれた。俺はめっちゃラーメンオタクだよ。ラーメンが食べられたら幸せだ。でも本当は日本オタクなんだ。日本のものなら何でも夢中になる人間だ。15、6歳で、寿司店で皿洗いをして、セイの肝とかマグロとか、日本食を食べて完全にハマった。大学では日本語を専攻した。日本に改宗したような人生さ。日本は素晴らしい国なのだと人々に伝えようとしてきた。2017年にもなって、日本に行ってみたいんだよ言ってる奴がいる。アホか。さっさと行けよ。目の前に座った人間を納得させる自信があった。俺には、大半の人間よりうまいラーメンが作れると分かってた。今でもそう感じてる。これは、トリプルポークトリプルガーリックと呼んでる。焼いたガーリックとガーリックのピクルスを、もやしとネギで混ぜる。そして、俺の偉大なる発明、ガーリックピクルスのラブソースを加える。そこに、ベーコンと鰹節を振りかける。うまくなるのに何杯作ったの？さあね。数えきれないよ。ラーメンは作るのも難しいけど、食べるのにも技がいる。ほら、すすって。当たり前だよ。ラーメンは熱いうちに食べる。麺が伸びるから。急いで食べれば全部食べられる。麺を噛むやつを見るたびに、アホに見えるの分かってるのかって思うね。時期に覚えるさ。大勢をすすり人に変えてきたから。彼が日本に惹かれる理由を説明するために、日本のカフェに連れて行ってくれた。日本に14年住んで、戻って5年。たまに日本に帰りたくなる。俺がいた80年代には、いっぱい喫茶店があった。洋食を出してる。日本食じゃないんだけど、日本に詳しい人間なら、日本は、すぐ、外国のものを取り込むことを知ってる。ニューヨークは、他の都市に比べて日本文化を体現できてると思う？東京とニューヨークは姉妹都市だと思ってる。ニューヨークは、金融や商業が、盛んで米国の中心地だ。それが東京と同じだ。日本文化には以前から魅了されてる。エレガントで常にロマンチック。でも、すごく質素で繊細なやり方で。塩と醤油に塩。卵を入れて。塩にはトマト爆弾を。醤油にはガーリック爆弾を。バンズも食べよう。
エビと野菜が好きだからそうしよう。あと、バーレーティーとゆずレモネードね。この後でディナーがあるんだけど。大丈夫、彼女が食べるから。するのうまくなったじゃないか。昨日の君はこんな感じだったのに。アイバン一家とディナー。何がアイバンを生み出したのかさらにわかるかも。妻とはブラインドデートで知り合った。俺が告白したよ。彼女は結婚1年後にようやく愛してると言ってた。食事の時は必ずいただきますと言うようにしてる。みな、あなたのことを知ってるけど、人となりを知らない人が多い。ニューヨークタイムズの、どうしてユダヤ人がラーメンをでは事実だけを書いてた。でも、あなたにはもっとある。愛するものを求める気持ちが本当に強い。白人系ユダヤ人が作るラーメンが、今まで食べたもので一番美味しいのは、それが理由。日本で見たものを真似るのではなく、独自のルールを生み出してる。愛するものを大切して、自分の視点で関わってる。彼は、ニューヨーカーに、アイバンラーメンという新しい料理を提供してる。ヌードル好きは、必ず食べに行って、いただきますと言わないと。海外の反応。このビデオは本当に好き。数分後にまた見返してしまった。今すぐ、ラーメンを何杯か食べたい気分になった。シンプルな人間だから、ラーメンを見ただけで高評価をした。ラーメンガール、米国版タンポポって、映画を見たことある？日本の映画のリメイクで、超可愛いアメリカ人が、日本人にラーメン作りを教わるんだよ。ブリタニー・マーフィーがすごくキュートだった。あの女優が恋しいよ。アイバンは最高のゲストだね。彼の番組を持てばいいのに。ジェシカは美人だね。彼女はすごく飲み込みが早いみたい。これを見てよかった。今すぐにいとこにアイバンラーメンを食べに行かせるよ。彼女はニューヨークにジューンでザナットで働いてるのに乾杯の意味を知らなかったの？日本に行ったことないけど10歳の時から知ってたよ。彼女はいい仕事をしてるけど頼むよ。すごく美味しそうなスパゲッティですね。メアボーの成功者だ。どうせ言うならラーメンオタクでしょ。ジャパノファイルはメアボーのファンシーな呼び方なだけだよ。彼のラーメン作りは尊敬するけどね。アイバンは間違いなく新米の日本人ラーメンシェフよりは上にいるよ。わかったからすすらないでよ。アホみたいに見えるって。お黙り。怒ってるのかい。とにかくすするのはやめて。必死に見えるから。怒ってないよ。ここのラーメンではすすることはないからね。チャイニーズヌードルしかない。つるるのが下品な。アイバンはユダヤ人のはず。ユダヤ人は白人じゃないよ。ユダヤは人種じゃなくて宗教だから。調べてみて。ユダヤは人種的宗教だから両方だよ。遺伝的にヨーロッパ人がアシュケナジーってことでしょ。彼のラーメンが美味しいのは間違いないだろうけど、やっぱり日本人のマスターシェフに彼の料理を判定してもらう必要がある気がするな。世界に広がるラーメンブームだが、オーキン氏は日本のブーム自体は終わったとワシントンポスト紙に話す。同氏が日本に来たのは1980年代。ラーメンはサラリーマンやトラック運転手に人気の労働者向けジャンクフードのようだったという。ところがブームを経てラーメンはすっかり社会に浸透し、多様なメニューが生み出された。オーキン氏の東京の店で最初は馬鹿げていると言われたトマトやチーズと合わせたラーメンでさえも今では人気メニューとなっているという。新しい道と新しい成長を求めることがブームであるなら、日本の場合はもはや当てはまらないと話す同志。海を渡った日本発ラーメンがアメリカでさらなる進化を遂げることができるのだろうか。今後の展開に注目したい。